菊池克人と佐々木千秋の言霊アラカルト。皆さん少し遅くなりましたけど、新年明けましておめでとうございます。菊池克人です。おめでとうございます。本年もですね、どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。佐々木千秋でございます。皆さんお正月いかがお過ごしでしたか？菊池さんはね、信心深いと伺っておりますが、そんなことないけども、新年やはり初詣とかに行かれたんですか？うん、まあその話今日は出るかなと思ったんだけども、はい、金華山って知ってる？はい。なんか聞いたらあなたの故郷がすぐ近くということで。そうですね、宮城県ですね。そうなんですよ、はい。金華山って船で渡らないといけない神社なんだけどさ、はい、知ってるよね。はい、僕はやっぱりすごいとこだなと思って、やっぱりパワースポットとして、はい、もうだいぶ騒がれてしまってますけども、その昔からやっぱりそれなりの人は知っていたところなんだよね。はい、でやっぱり3年間続けてお参りすれば、はい、お金に一生困んないよっていう神社ですよ。そうなんですか。私宮城県人でしたけど、3回はちょっとまだ通ったことがないかもしれないですね。3回って3年間なんですよ。ただ3回行けばいいんじゃないんだよ。3年間だから3年間で、はい、だから毎年1回ずつ行って、はい、ちゃんとこう記帳してもらうの。それの帳面があるの。3年間で終わるやつがあるの。そうなんですか。それで行きなさいって言って、それで行けば、必ずお金に困ることありませんよってことなんだけど、はい。でこれもさ、面白いのはさ、じゃあ3年間で3回じゃない？はい。12月31日に行って、はい、その次の年いつでもいいから行って、はい、でその次の年1月1日に行けば、はい、1年と2日で3回は行けたんだよ。まあ、確かにカウント上は計算上はただ日付が入るからお前これずるじゃねえかって見えるけどさ、ね、理論的には3年間で3回行けばいいので、はい、できないことはないんです。そうですよね、うん、あとは本人の意識の問題だけどさ、うん、その通りでございますよ、はい。金華さん、なんかこうちょっと地元の地名、うん、今お話しいただいてすごく嬉しかったです。本当？はい、私も一回本当に小さな頃に、うん、行ったことがあったので、まさかね、菊池さんが金華さんになんて言葉を、山にも登ったけどさ、きつかったな、はい。そうですね、結構急急なんですよね。でも結構登られる方もたくさんいますよね。そうですね、うん、結構お客さんがたくさんいるなという印象ですけれども、ね、はい、ぜひね、皆さんもよかったら金華さん行ってみてください。ちょっと宮城県のね、はい、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、そろそろオープニングトークに戻りまして、この番組言霊アラカルトはフジテレビ本間デカ TV にゲストコメンテーターとして ご出演されたされました後、注目の筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんと、昨年末まで放送されておりました人気ドラマテレビ朝日ドクター X 外科医大門未知子にレギュラー出演をさせていただいておりました、セリフを話す職業の私、女優佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。一つの言葉の使い方で意味や相手への印象、そして自分も含めたその言葉の持つ力、魔法が脳のプログラミングも変えてしまう可能性があるということなんですが、はい、今回は、はい、まあ、今回というよりまず前回のね、ちょっと簡単に、ね、はい、復習じゃないんだけど、はい、前回言ったのはさ、はい、やっぱり幼少期にさ、ええ、友達と遊んでるとどれだけいいことがあるかっていうね、うんうん、勉強だけして成績良ければいいっていうよりもはるかにいいものがあるよってことをちょっとお話したんだけども、はい、友達同士で遊ぶことによって、まずみんな同じ大きさじゃないやん、体もな。そうですね、走るの遅い子もいれば速い子もいるじゃない、うん、そうです。やっぱ遅い子を許すっていう感覚が友達同士の中でできてるかどうか、はい、先生の顔色を見るんじゃなくて自分の判断でできるかどうか、うんうんうん、これは大事だよね。次がやっぱりそういう子をフォローする、自分がフォローしなきゃダメだなって思う感覚を自分が持つこと、はい、これも遊んでる中でやっぱりできるじゃない。そうですね、一緒に遊んでる時に誰かが怪我してさ、血流したらさ、うんうん、これやばいと、うん、これも僕の力じゃ無理だな、うんうんうん、やっぱり助けを求める大人に、この判断力、はい、これが子供の時、今の3つのねものが子供の時にこうできてくる子っていうのは将来伸びるって言われてるんですよ。だから学校の成績とは全然違うレベルの話なんです、これは。はい、仲間、
うんうんうん、やっぱり許したりフォローしたり、そうじゃない分かってる人に助けを求める、すごく大事なことで、はい、これを子供の時に身につけた人というのは大人になってからも変なズレってないんだよね。うーんこれでも非常に面白い、ね、本当ですよね。これはやっぱり子供同士が遊ぶ場がないとできないんで、はい、とっても貴重な経験は子供の時にしかできないんで、はい、ただ勉強すればいいってものじゃないよと。そうですね、今言ったものって学問じゃないですから。はい、その通りなんですよ。一緒にやっていくことによって選べる、うん、自分の選択できるもんだからさ、まあ、人間力をねこう育むというおっしゃるとおりですよね。人間力そのものですね。はい、で今日のテーマはさ、はい、これ何の気なしにみんなが使ってる言葉でお話をするんだけども、はい、例えばさ、あなたも経験があると思うし自分で言うこともあると思うんだけど、はい、あのさどうしてそうなったのっていう質問があるじゃない。はい、聞いたことありますね。どうしてそうなったので、言われることもあるだろうし言うこともあると思うんだよね、はい、うん、でこの時にさどうしてって言われた時に、はい、これ解釈が2つあるんですよ。2つおで1つはさ、はい、ホワイで聞かれたと思うってこと、なぜその理由はどうしてじゃなくてなぜそうなったのって聞かれてると思ってる場合と、うんうんうん、はい、もう1つはどのようにして How to どのようにしてそうなったのっていう経緯プロセスを聞いてる場合と、はい、日本語は2つの解釈ができちゃうんですよ。うん、確かに、ね、そうするとさ、はい、例えばさ、はい、じゃあ会社の組織で考えましょう、上司がさなぜだよお前こうなったんだよって聞くために、はい、どうしてこうなったんだって聞くとするじゃない、はい、本当はなぜって聞きたかったんだけどどうしてこうなったんだって聞くとするでしょ、はい、部下がさ、はい、同じようになぜだっていうふうに聞かれたと思ってる人は、うんうん、端的に答えるじゃない。そうですね、ところが今言ったみたいにプロセスを聞かれたと思った人は、はい、いや実はこれこれしかじかでこういう経緯があってこんなことが起きて、うん、こうなって結果的にこうなってしまったんですよって言うとするだろ、はい、そうするとさ上司はさ、いやお前さいいんだよこんなのは経緯は理由を聞いてんじゃないかお前いつも話が長いなって言っちゃうことがあるわけですよ。はい、どうしてといった言葉の裏にある本来の意味が2人ともずれてるわけじゃない、うん、確かにこれ逆も同じだよね。ね、上司がさ経緯を知りたい水平展開したいから、うん、次に使おうとみんなで共有しようと思って、はい、どうしてってことはプロセスを聞きたいと思ってる時に、うんうん、ポロッと答えだけ理由だけ、はい、これってこうだからですよって言っちゃうとさ、はい、お前さそれじゃみんなが水平展開できないじゃないかよ、経緯を聞きたいんだ経緯をプロセスが大事だろ物事はとかって言って、はい、ミスマッチが生じるじゃん。日本語ってある意味便利なんだけど、はい、ある意味こうやって2つのミスマッチが起きるわけですよ。本当ですね、でこの時ね面白いのはさ、はい、自分でこの使い方が分かってると、相手に対してわざと、うん、どうしてこうなったのって聞くことによって、はい、その人はどっちの発想で捉えるのかなってことがまあ分かるわけだ。わざと、ね、わざと、わざと、わざとあやふやな問いをかけるわけですよ、ね、はい、相手がどう答えるかなってことなんだよね。そうですね、でなぜって聞かれたと思ってる人って、はい、新たなこととか新しいその可能性を探ることに対して結構関心が高い人と言われてるんですよ。でもプロセスを聞かれた、いわゆるどうやってどうしていわゆる How to で聞かれたと思う人は、はい、過去の事例とか正しかったものとか、はい、約束事とかルールとかどちらかとそういう風なものに対して関心を寄せがちの人だと言われてるんですよ。だからたったそれだけの簡単な質問でさ、はい、どうしてこうなったっていう質問をあえてとぼけて聞くだけで、はい、相手の発想の原点が結構分かったりするんだよ。なるほど。でこれが分かってないと、はい、だからさ、まあ、理由聞いてるんじゃないかよって言ってみたり、いやだからさプロセスを聞いてんだろうっていう風な返答してしまうとぶち壊しになるわけですよ。そうです、言われた方も嫌だし。嫌ですよ。だったら言ってくださいそうやってなっちゃうんだけど、なっちゃいますもんね。言ってる方は当然そうだよなって思ってるんですよ。それが面白いところなんですよ。いやこれはそうですね、まあ、とぼけて聞かれたらこの人どういう考え持ってるっていうのをこうちゃんと探られてるって で、ね、うん、でも分かってないとさ、いやどうしてって言うからこう聞いたんで、そうお前理由聞いてるのに決まってんだろその時はとかって怒っちゃダメなんだよ。それってあこいつは違うんだ、プロセスを聞かれてると思ったんだ、うん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 、みんながみんなそうじゃないでしょ。そうですよね。ある人は理由をポンと答えるわけだよ、はい、あこいつはどうしてって言ったらホワイで聞かれたと思ってんだ、うん、だったらそれ分かった方こいつ違うんだなっていうことで
自分がわかるじゃない。そうじゃないと自分とずれてるのみんなダメってなっちゃうんだよ。だそれって変だよね。それはちょっと変かなって思ったりはしますね。押し付けだよね、はい、まあそんなことがね、こういう言葉一つの見方捉え方で相手のこともわかるよねっていうことでこれは使えま す, です、ね、これはちょっとこうやっぱり上司の方とか、ね、おやら上の方とかはぜひね小取り入れ、夫婦でも一緒だよ。夫婦ね、これどうしてこうなったのって時に、はい、いやこれ理由なんだよ、これは。いや理由じゃなくてさ、経緯を聞いてんじゃん。なるほど逆もあるよ。なるほど、逆もあるよ。経緯を聞いてどうしてって聞いたのさ、これ理由はこれだよ。いやそうじゃん、それじゃ使えないじゃん。あなるほど、ね、また起きた時に困るから、その時どうしたらいいか聞いてるんじゃないっていうさ、その後に大体夫婦の場合余計な言葉がつくんだよ、はい、そんなことが分かんないから同じことが起きんじゃないとかって言うとさ、カチンとくるわけ。そうですね、それはもうダメですね。もうあの喧嘩になっちゃいますからね。でもさ、うん、やっぱり答えるものがずれてるとさ、はい、イラッとするわけだよ。そうですね、その辺ももうちょっと分かりやすく、うん、ね、でもお互いにねこれ分かってたら喧嘩になることも、ね、いいないでしょうし、だからそういうのが日本語はとっても面白いんです、はい、そういう意味では面白いですけどとっても難しいですね。両方使えるから面白 い、はい、使い分ければ、うん、いろんなご褒美があるよね。だから、ね、今言ったみたいに相手のことが分かる、そうなんだ、この人はやって言ってるけど結構自由に物を考えたい人なんだとかさ、あ結構プロセス大事にしてる人なんだなとかさ、思考のどっちに重点を置いてんの、ね、軸足がどっちやんのってことが結構ね分かったりするとさ、会話の質って変わるじゃない。そうですねいやこれは本当にね日常生活に潜んでいる言葉なので、何でもない言葉だよ、はい、すごい、あ確かにの納得の言葉でございましたちょっと日常で気をつけてみたいと。意識して使ってもらえると、うん、だん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 相手のものが、相手の考え方が分かってきます。分かってくるかもしれない、はい、ということです、はい、ありがとうございます。菊池さんの説明をですねもう一度聞き直したいという方は、この番組放送終了後約1週間程度で YouTube に再編集映像配信版としてアップされますので、改めてアルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトと検索をしていただきましてご覧いただければと思います。なお一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探り見極めていくことで、相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そしてですね、今回菊池さんにお話しいただいた内容はあくまで参考にしていただくものであって、決して断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。いかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のメモリーソング。さてこのコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回はゆずさんの虹を選ばせていただきました。はい、虹ということで、まあ、新しい年に、ね、なりましたので、ちょっと新しい希望、今まで積み重ねてきた、ね、いいですね、うん、希望をさらに次の橋にかけられたらいいかなということで、ね、うん、今回は、ね、選ばせていただきましたので、はい、まあ、素敵な年になりますようにという気持ちを込めました。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはどういった方が書かれた字というのは伏せましてですね、まさに字だけを見ていただき、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしております。そしてリスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただき、 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、今回もですね、はい、次回ゲストにお招きする方に予告編というわけではないんですが、どんな方がゲストに来ていただけるのかということを筆跡分析の立場であらかじめリスナーの方にもね、お伝えしておこうかなと思っております。ちなみに今回その方に書いていただいた字は3文字です。見学会、見る、学ぶ、会と書いて見学会です。では菊池さん、分析のポイントを交えながら解説をお願いいたします。はい、まずですね、はい、この四角の中にこれ結構大きな字を書かれてるんですよ、この方。見学会って、そうですね、結構大きいですね。結構大きいよね、のびのびとね、はい、
あの大きな字を書く方というのは基本的にまず行動してみようよっていう方です、考える前に行動してみよう、行動しなかったら分かんないじゃんっていう考え方が基本的にある方なので、この方はすぐに動こうとする人ですね。うん、大きな字大きな字だから、はい、でただ面白いのは、はい、最初の剣って字はでかいんだけど、はい、学会って、まあ、字の大きさが違うじゃない。そうですね、ちょっとちっちゃくなりましたね、見学会の学という字がね、はい、でこういう方って深層心理としてはね、はい、同じ大きさに字書きたくないなってのがあるわけですよ。なぜかというと、はい、これ退屈じゃんっていう話です。同じ大きさで書くって退屈じゃん、はい、でどういうことかというと、もっと分かりやすく言うと、常に変化を求めてる、新しいことやりたい、もっと言えばみんなやったことないですよこんなことはっていうことを、それ何ですか、どんなことですかって聞きたくなる。要はルーティン化したものにあんまり関心ないんですよね。あ、もう常に変化なんですね、変化をしたいなって気持ちがとっても強い、というところはもうすぐ分かるよね、こんだけ字の大きさ書いちゃうとね。すごい、そうですね、もう見るがすごく大きいんですよね。そうだよね。あと見るという字の一番左の上をきちっと閉じてる、はい、そうですね、しっかり閉じてます。学校の学、見学会の学の、はい、まあ、左の上もやっぱり閉じてる、そうですね、相手はいない、はい、これって物事を考えるときに、まずは決まりがあるじゃんっていう発想だよね。あるいは過去の正しかったやり方、はい、みんながいいって言ってる方法があるでしょ、ルールがあるでしょ、それまず乗っ取ってさ、はい、考えようよっていうのがとっても強い方の傾向があるんですよね、はい、これは教わった字なんですよこれ、そうですよね、これはつけましょうねってここは、その通りをやってる。なぜかというと、本人の中ではだってそういう決まりがあるんだから守ろうよみたいなところがある、はい、で決まりって何言ってたら当然過去のものじゃない。そうです ね過去に教えてもらったものが、はい、だからその過去のものをどうやって自分が理解して未来に使うかってことを、まあ、考えやすい傾向があるねっていうことがまあ分かりますね。もう一つは見学から見るっていう字の上の右上、はい、角張ったまま書いてあるんですよ、そうですね、ちゃんと直角になってます、あと見学会の学っていう字の学ぶっていう字の、はい、あの冠のところの角も、はい、右端の角も、はい、右上の角もやっぱり角張ってるよね。そうですね、これ丸く書く人もいると思うんだけども、ここまで角張ってる方っていうのは、はい、行動面でも結構きっちりやります、はい、だからみんなからの期待を裏切るようなことはしないです。自分ってこれ求められてるなって言ったらそれを一生懸命果たそうとする、はい、へ、簡単に言うと真面目な人です。あ真面目な方、みんなの期待を裏切るようなことはしないです。そうなんですね、そこはねもうはっきりしてるね。はで多分それに拍車をかけてるのが学級の横線の長さ、はい、あ 結構全体の中で長いでしょ、はい、長いでしょ、はい、長いというのはもっと長く書く人いるんだけども、やっぱり自分の専門性とかさ、はい、高いスキルとかさ、そういったものに対して、はい、基本的にとっても関心のある方なんですよね。だからそれが得られるんだったら、はい、どんどん私頑張っちゃいますよみたいなところがあってさ、モチベーションを生む源泉にもなってる。なるほど、というのが分かるな。確かに、ね、結構長いですもんね。何か自分の中で専門的なものとか、はい、知識とか、はい、そういったものをやっぱりなんか役に立てたいなとか利用したいなっていうふうに思ってる方ではないかなと思いますね。なるほど。特に字の大きさが違うから変化に対しても、いや、やっていきましょう、面白いじゃないですかみたいなことだよね。へえ。初めてのことはいいんじゃないですか、やりましょうやりましょうみたいな、そういう感覚。すごい、そうなんですね。ただ学という字の一番下が跳ねてないんですよ、子供は。一番下跳ねるところが本当だ、あの一番最後、ね、最後のね、子供の跳ねるところ、そうですね、これ跳ねないって人は結構、はい、これ一番最後なんだよね、この字のね、最後一回跳ねて横線でしょ。あ、そうですね、子供の子っていう字書き順でいくと確かに、そうでしょ、はい、最後が横線になりますもん ね。この方は、はい、子供の、まあ、子という字を書いてる時に、横線のことを考えながら書いてるから、あー、そうなんだ、だから跳ねるって結構エネルギー使うんですよ、字を跳ねるっていうのは。最後きっちり跳ねようなんて考えるから、はい、この方はあんまり関心ないの。どういうことかっていうと、まあ、最後までやんなくてもさみたいな、誰かができるでしょあとはみたいな感覚は。だから最後まで爪きちっとやれよって言われちゃうと、はい、いやそれは分かりますけど、はい、私なくてもできるんじゃないですかねもうねみたいな感じで急速に関心がまあなくなるっていうかさあるいはルーティン化してきたりすると、もうできるでしょう誰でもみたいなことで、そっからは自分は身を引きたくなるっていうかさなるほど。もう簡単に言えば粘り強いかやるかって言われたらやらないです。
そうなんですね。もういいじゃないですかっていう感覚だよね。はあ、子供の子にそんな、ね、ところが秘められていたんですね。そこをきちっと跳ねて横線描く方は、はい、結構粘り強く一つのことを最後まで完結させようと思いが強い方ですね。なるほど。ただこの方は真面目に物事をやろうとしているので、なかなか分かりづらいと思います。傍から見ると真面目にやってるから、あ、うん、最後までちゃんとやるんだろうなと思うけど、はい、本人の中では、はい、いやもうやりたくないしみたいな思ってるところあるよね。あ、ちょっと意外な一面みたいなところでしょうね、うん、あとは見るという字の横線が均等に書かれているので、はい、これってやっぱり調整しないと、ね、平行で同じ感覚に書けないので、うん、そうですよね。3等分されてるでしょ、はい、見るという字の中がね、うんうんうん、これはやっぱり自分の自己管理能力が高い人の書き方なんですが、はい、たださっき言ったように専門性に対するモチベーションが高いとか、うん、最後までどうかなみたいなところがあるのを考えると、ちょっとどの辺までこの辺の専門あの自分の自己管理能力が高いかどうかちょっと分かんないです、はい、使い分けてる可能性もある。あ、そっか。あるものについてはやるけども、あるものについては自分の感情にの重くものにもっと自由にやりたいよと思ってるかもしれない。これ分かんないです。いやそうなんですね、はい、そこはちょっと相反するというかさ、ちょっと入ってるからいろんなものが、それはどの方向に行くかなってことはちょっと分かんないな。次回楽しみですね。そうですね、うん、この均等が果たしてっていうところですよね。額の下跳ねてないし、いや大きさ違うし、すごい楽しみだな、どっちへ触れるかなみたいなところちょっとあるね。いや興味津々だね。興味津々ですね、うん、その本当に額が私的には今日ヒットというかすごい、そうなんだ、その途中を見ているんだというところを今日知りましたね。だから本人が今言ったようなことをどうやって統合してんのかなってことにすごい関心があるね。うん、ちょっとね、次回どんなお話にしていただける方なのかな、なんてちょっと私も楽しみになってきました、ね、はい、ありがとうございます。はい、ということで今回もね、あのこう菊池さんにお話いただきましたけれども、まあ、次回のゲストさん、うん、次回のゲストさん、ね、とっても楽しみで、あの変化を楽しむ行動的な方、これはもう間違いないのかなという感じがしますね、はい、ということで皆様ぜひぜひお楽しみにしていてください。以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。はい、あの今年初めてのこういう場で、はい、ちょっと緊張しましたけど、はい、よかったです。またこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。